はいどうも、サオでございます。今日はね、プレゼント企画のね、当選者発表なんですけど、まずとりあえずなんで1500円だったのって聞かれるの多いんですけど、3000なのに、まあまず1500円は生放送でプレゼントしたからですね。でそれ残りの1500円、別にあの動画で説明するのも変だなと思って省略しました。というわけでね、まあ、今回ちょっとハッシュタグで検索したんですけど、7人しかいないじゃないか、もっと応募した方がいいぞこういう企画にはと思いました。でね、まあ、7人っていうのは、ちょっと多分間違えて、打っちゃってる人がいるのかなと思って、一応探したんですけど、サオのゲーム部屋プレゼント企画ってハッシュタグに書く必要があったんですけど、まあ、なかったんで、まあ僕のチャンネルが不人気ということでね、まあこういう企画にはね、今めちゃくちゃこれ当選率がね、高くなって7分の1なので、まあ、今後ね、プレゼント企画やったらね、応募してみてください。ということでね、じゃあ7人の中からね、このあみだくじサイトを使って、抽選していこうかなと思います。実際よくわかってないです、このサイト。はい、というわけでね、勝手に当たりのところも作ってくれたんで、ちょっとなぞりながらね、やっていきましょう。で、当たりの人が出た瞬間に終わります。いきます、サントさん。横からやっていきましょう。ドゥン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 。分度器みたいな。分度器じゃねえ。はい。ここは当たりじゃないですね。次、ナイトライフさん行きましょう。なんか、パソコン。ドゥン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 、あー、ずれー。じゃあ次は、ま、チロルさん行きましょう。ドゥンドゥン。おいしょ、おいしょ、行かない、行かない、当たらない、次、お、いい感じだね、こう動画の尺を考えてくれてますね。青桜さん行きましょう。おっ、おっ、おっ、この7人だからできてる抽選方法なんだよな、なんだよな。青桜さん、抽選、当選、おめでとうございます。ちょっとね、構成を期すために、フェイトさん、ちょっとやってみましょう。これね、当たってたらまたやり直しなんでね。ドゥンドゥン。よいしょ、ああ、ああ、こう来て、こう。なので、まあ、これはちゃんとできてましたね。青桜さん、おめでとうございます。でね、こう、今日か明日あたりに DM で送っておこうと思います。はい。まあね、今後こういう機会あったらね、もっと応募してみてください。今度は、まあ、YouTube のコメントにしようかな。めんどくさかったかもしれないんで、Twitter。というわけで、ご視聴ありがとうございました。まあ、3000人超えましたが、これからもよろしくお願いします。